山下理郎小野さん小野さんはとうとう巡査になった労働をやるには京都への言いがいなく職工となるべく彼の自尊心は強すぎた市電の運転手も気が利かずさりとて分泌で食べてゆくには自分ながら今少し教養が足りないようで 自信がない。職業選定でかれこれ迷ったがふと巡査募集の広告を見た時小野さんの職種は富に動いたこれならば小野さんとして京都への面目も失わず第一勉強次第で部長から警部課長から警察部長いや知事さんにでもなれまいものでもない。たとえ平巡査でも。 名目がすこぶる気に入った。両民保護だそれにあのサーベルがいいかくして胸をどきつかせた試験も都合よくパスしてあの規則ずくめなそれでも定規で飯をすくうくらいな融通の利く巡査教習所の生活から解放されて立派な一本立ちの巡査になった親牛が更新を従えるように 教官に引率されて見学に出るとき、意地悪くまたぐらに挟まっておびただしく小野さんを歩きがたがらせたサーベルも近頃では調子よく腰にぶら下がり自分の感服姿をショーウィンドウのガラスに写してぐっと収まり帰る時にあたって小野さんの野心は熾烈に燃えたのである一番に教頭の面々へ見せたかったのは手帳と補助だった表紙の表に 某警察署詰めの巡査「小野祥太郎」と記して○○警察部の記しとボタン持ちほどの版が明瞭に押されてあるがこの手帳の威力は素晴らしいもので私服のまま工業場へ行った時などちょっと見せると木戸のものは恐縮して優遇するだから活動や屋敷節が恋しくなるとちょいちょい発揮してみる。補助はまるで、 のつり手みたいな縄だ。これで暴虐な犯人のもろ手をひっくくるのかと思うと小野さんの血は踊って是非大賊を捕らえて巧妙せねばならないと決心したそれから予備校だこれは交付された時からなんだかおもちゃをもらったような気がしたよくなるのかどうか知らんとある日書の庭でピリピリッと吹いてみたら 巡査部長から目玉が飛び出るほど叱られたからその後見るのもあまり好もしくなくなってしぶしぶ携帯しているその次に国元のお袋に見せたいのは朝の訓示場で所長や当番刑事の質問に対する明快な答弁のできた時の得意さである指名される者も者も愚当を頻発させると親父の魚館はは,なはだ斜めとなり その日増し湯をなめたような難しい顔は一層見学となる額からこめかみへかけて青み水に等しい隆起ができるその時に我が賢明なる小野さんがきつきつとして答えるとさしも見学な青み水も立ちどころに退散し日増し湯のおかげで腹中を台風一過したあとのような穏やかなご機嫌になられることほどさように 小野さんの頭は明晰であって大いに将来を嘱望されているがただ惜しいかな小野さんにたった一つの傷があるそれは少しばかりそそっかしいことであるある日休息時間にあたって発出所の裏で帽子も拝見も取ってしまってバケツの中でジャブジャブと手袋から肌着まで洗濯をやったそして最後に 汚れ水を前の土偶へ流そうと思って片手にバケツを引っさげたまま聞き覚えのヤスキブシか何かで浮かれた気持ちになりながらドアを開いてひょいッと見るとラムさん金筋を巻いたヒゲづらの警部巡視両方の視線がカチッとぶっつかった間髪を入れず小野さんは活発にパッと右手を上げて敬礼したギロリとすごい目を光らせた警部は とりあえず眉毛の上のハエを払うような手つきでとうれいしたがそのカミソリのように光る目がみるみるどんぐりのように丸くなって小野さんのつま先からてっぺんまで見上げて視線は真っ向にぐさっと刺さった立ち番のやつめつまらなそうに顔を背けてクスッと笑うとへきれき一声小野淳さ なんじゃ、その敬礼はおお。バケツのやり場がないからやはり下げたままで直立不動一体何がために叱られるのかわからなかったまたぐらから異常な旋律が伝わる帽子も拝見もとっていて挙手の礼をするやつがあるかしまった自分が休息中であることを失念しておった 全体どうしてこの混乱せる辞局を収集しようかと大いに努めたが妙案がないしかたがない自分で号令をかけろもとーい精いっぱい怒鳴ってうやうやしく地頭を下げた警部はやむをえずまた到廉したこの後気をつけにはいかんああ 叱ったものの頸部も噴き出しそうであるついに耐えかねてふいと出て行ってしまった我慢しきれなくなった立場のやつは腹を抱えてゲラゲラ笑い出すそれがために小野さんはその日一日を悲観のうちに過ごしたしかしそのくらいのことは小野さんの人格のためにその職望面の額のほくろほどにも買いにはならないと自ら信じて 課長になるまでのをを無双して金んだそれが派出所詰めになってからは勤務ものんきな代わりに一日ごとに書士貫徹が怪しくなってきた月曜の朝は本所の庭で当番巡査が整列の上兵隊上がりの巡査部長の号令で「回れ右前おーい前腕を平らに伸ばせ」 はじめでおいっちにと猫、ね、もシ子もひげも落とすさんも中には今年5つになる孫のある大きさんまでが炎天星で小学校の子供みたいに総連をやらされる時所定のぐるりの2階から若い奥さんや娘たちがあちらからもこちらからもお掃除の手を止めて面白そうに見下ろしては笑われるのがいささか決まりが悪くって。 平巡査のはかなさがしみじみ身にしみて隅の柳に泊まっていた小鳥と一緒に課長というものが知らない間に手の届かぬ大空へ逃げていってしまったような失望と悲哀とを監督させられたそんな時でもケージ部屋の連中はのんきらしくたばこをふかして何やら談笑しているのが羨ましくてしかたがなかったがそれ以上につらかったのは 午前3時から5時頃までの立ち番と巡回とでそれは巡査にならない前には想像もつかないほどの眠さと億劫さとであった発出所勤務の要領が一通り飲み込めて置き番の時でも警察放棄を卓上に置いて椅子のままうつむき加減に誰が見ても熱心に勉強しているように見せかけて事実怠然と居眠れるようになれてくる自分には 諸貫徹はますます影を薄くして警部になる欲望も影楼のように消えていったかくして知事さんに累進するはしごをまるで時間の切れた乗り換え券のごとく容易に放棄した小野さんも刑事私服巡査に対する同警だけは捨てるに忍びなかった交番勤務で感服に誇りを浴びて立ちの時 洒落た身なりでのんきに遊びに来られるからうらやましかった小野巡査と呼ばれるよりも小野刑事と称される方が事故の懸名を裏書きするものであると考えたから好きであった所長や警部が犯人検挙の時非常なる信頼を払ってくれるから何より頼もしかっただからどうでも刑事になろうと決心した第1に 自分が刑事に適任であるという素質を認めてもらわなければならない。だから一つ巧明をして、親父以下の厨房を一身に集める必要がある。努力だぞ、努力だぞ、大いに令和を振るって抜擢の要あることを示してやろう。と野心の方向転換を試みた小野さんの奨励ぶりは、次来大いに面目を改めて、誠に刑事 交際たた。るものがあったしかしそれは非番の日に限りで当番の日は依然としてどこを諸子貫徹の風が吹くかとうそ吹いているほどに平凡たりであるまず非番の朝勤務を済ませて下宿へ帰る昼過ぎまで眠って目を幽体ししかる後ち銭湯に行って英気を養うそして懐には大いに発揮すべき手錠と補助と それから65線を奮発した懐中電灯鳥打ち棒に朝浦草履のいでたちで小野さんは威風堂々として出動する随分彼は根気よく町から町を押し歩いたしかし意地悪く小野さんの歩く道路に限って事件は一つも起こらなかった小野さんは時々悪人がことごとく自分を威風して 犯罪を遠慮するのではないかとさえ思うこともあったわいわい騒ぐ人だかりにさてこそ喧嘩か人殺しだと胸を躍らせて駆けつけると「なーんのことだつまらない」「猿回しの芸」を大勢が取り巻いて狂字立てるのにはさすが温厚にして辛抱強い小野さんも尺に触ってバカ面をした一人一人を殴りつけたいほど激高したまたこんなこともあった。 ある貧しい町を通りかかった夜一軒のみすぼらしい子牛の家から豊島らしい女と裏若い娘の泣き声が漏れてくるそれはいかにも悲痛な忍び泣きで断腸の響きがこもりキレキレに「もしお父さんてばああお前さんどうぞ待って」訴うがごとく月きぬ哀愁が面々としている。 ここれこそ事件だなと直した。凶暴な夫が妻子のいさめを聞かず主食に溺れて家族を虐待するそして今夜も命亭の上嫌がるのを無理無体に避酒代に変えるために娘の一長らを剥いでいこうと妨げる妻子を暴力で折檻するまあ世間にざらにあることだが秩序維持のためから看過することができない 大いにろしてやろう。またたたけば意外な獲物があるかもしれない手帳を有力に発揮すべき時だ「おい開けろ早くここを開けないか!」常に考えていた中で最も威厳の沿う声を出して戸をガタガタ揺すった「はい!」と低い女の声がして間もなくガタピシと戸は開かれたが出てきた四十ばかりの女は その泣はらした目で不審そうに見上げたどなたでございますか僕は三角三角警察署の者のだが今の泣き声は何だ誠にすみません主はどうした不都合なやつだ早くここへ呼べはい実はその主人が長らくの病気でございましたが たった今息を引き取りうしてまた悲しさがこみ上げたが前かけであられのような涙を抑える小野さんは自分の立っている大地が宙返りをしたように目を丸くしたそしてとうとうこの場で気分錯誤なお悔やみを言わされてしまったのである かくまでぶうんつたなき彼は天候我がためにぜかひかと外観やや時を久しゅうしてそろそろ自分の令和をさえ見くびりかけたそれでも強いて元気をつけてせめてすりでも見つけてやろうと今度は活動小屋を張り込んだ薄暗い中から目を光らせているといつの間にやら面白い映画の進行と弁士の流ちょうな説明に見せられて 北米の大自然や南欧の情熱に陶水しながらいい塩梅に異国情緒に浸って帰ることが多かったその小野さんが今度は意外な大事件にぶっつかった話であるある晩飯を済ませてから公園を一回りうろついた後、今夜は早く下宿へ引き上げて国への手紙を書こうとの心組みで とある大きな寺を通り抜けた。広い境内にまばらに立つ街灯のほのらい明かりは十分に届かず片方は鼻をつままれてもわからぬ木立の影右手は見上げるばかりの崖があってうっそうたる老木がその枝で路上を覆っている今小野さんは我が村の小間物屋のおげんちゃんが自分の巡査になったことを聞いてどう言っているだろう と想像してみながら懐で押したままこの道を悠然と歩んだ時崖の上からただならぬ物音が聞こえた闇の中から低い力のある声で「ごくぞく!」とののしったものがあるそれからすぐドシンと地響き打って何か倒れたような気配である小野さんの神経は飛び上がった 神経が飛び上がると小野さんも飛び上がった何か容易ならぬ事件が持ち上がったらしいしかしながらそこからは外場の様子を見ることができないのではやる胸を無理に沈めながらじっと見上げた崖の上には2人以上の人間のいることは明白であるそしてその土星と物音の様子では まず相当のあったものと見なければならなかった彼は続いて聞こえる物音に耳をそば立てたがそのまま何も聞こえてこないけれども闘争のあったものとすれば必ず一方が倒されたものと考えるのが死闘であったさすれば一方は狂気を持っているかもしれない小野さんはちょっとためらったひとっり最寄りで応援を頼んでみようか そうすれば、自分だけの巧妙にはならない。まずその様子を見届けてからにしようとこのところ番狂わせな沈着さを見せて適当な足がかりを探しただが崖の上へ出るにはどうしても半丁ほど迂回しなければならないのでその方へ回ろうと一歩踏み出した時に崖の上のずっと彼方ですごいあざ笑いの声が静かな森の空気にこだまして聞こえた。 しかもそれは二人ら小野さんの血は一時にカッと頭へ上って訳わ,わからずに興奮したままイノシシのごとく外場へ突進した木々の間を注意深く捕服しつつ足音を盗んで接近し透かしてみたが不思議に人影はないもう逃げてしまったものかそれならば豪勢機敏なやつらだ 小野さんは淡い失望とそして安堵とを覚えて一体今ここで何があったものか観察してやろうとそわ立つ魂を聖火丹田に落ち着けて精神統一を試みた1つ65銭なり懐中電灯の威力は遺憾なく認識されて疑問の場面はパーッと明るく描き出されたのである長く伸びた青草が、 ところどころり人され倒れているのはやはり乱闘のとであることを思わせた何か遺留品はないかと根気よくはい回っては65銭を乱用したまるで禁眼が眼鏡を落としたように顔を地面へ接近させてけれどもその苦心と努力もむなしく消えゆく水の泡にすぎなかった草むらからは猫のふん一つ出てこない こんななははずではないとしばらく呆然自失の体だったがこのまま引き下がるのは我が希望に対して忠実なるゆえんでないと新たに勇気を鼓舞して逃亡の後を突き止めるべく新生面を開拓したのである小野さんのこの不用意と軽率等を非難する人はあるかもしれないが彼の巧妙欲に対する忠実なる忍耐と秩序を思う真剣なる奉仕の前には すべからく嘲笑することをしばらく控えてもらいたいこれから起こるところの事実はおそらく真面目なのだからようやくこの辺りから逃げうせたと想像される近道を発見したそれは境内から公園へ通ずる裏道だが彼は汗だくの姿で何一つ痕跡を見落とすまいと道々も懐中電灯を照らしては走り立ち止まってはすかしみ 大わらわになって猟犬のごとく体じゅうの官能を俊敏に働かせた天なんぞかかる尊き努力を払う者に対してくみせずにいようぞ小野さんはついに一歩ずつ事実に向かって接近してゆくのである現場から一丁余りも進んだ頃道端に捨てられた泥まみれな紙くずになんとなく心を惹かれて拾い上げた その保護は陰気で細々と何か認められてあったがそれをひっつかんだままで忙しく追跡するととうとう今さっきまで散歩した公園へ出てしまったこの公園こそ小野さんにとって独壇場であるしばしば密航の練習をやってみたところであるから脳汁を探るごとく地理に明るかった隅から隅まで立ち回ってあるいは商用する人を あるいは「行こう人」をことごとく物色してみたが実は声を聞いただけで風体も輪郭も見なかったのだからまるで吹きすぎる風を追っかけるよりとろうである尋ねあぐねてがっかりとベンチに腰を下ろした彼は腕こまねいて「刑事たるまた硬いかな」と天を仰いで長蛇を一したる鬱憤を漏らしたのであるふと心づいてさっきの炎をガスの明かりに広げてみると ロール紙にペンの乱暴な走り書きでところどころ書いては消し消しては書き込んだ跡が見えそれにははけでぼかしたように泥がくっついてある要するにただそれだけのことでしわを伸ばしても振っても嗅いでも何の特徴も異常もないおぼろげながら判読するとこうであるこの追憶は新たによみがえる かん風が吹きすさぶ田舎の衝撃に隔つるものとて汽車の窓一つ我の沈みがちなに引き換え彼は勇み立った体を大切にしたまえと言ったわしは知らず知らずまぶたが熱くなって彼の顔をさえはっきりと見ることができなくなったただわずかに「君も」とつぶやいて声をのんだ 気しい時は容赦なく立って告別の情をさえ尽くさない間に列車は揺るぎだしてこの若い友同士の運命を左右に引き離してしまった時代友小石の訪れは雨に風にかわされていたが猿に従って日に疎くなったけども旧を追って都へ登った友の面影は そうたやすく忘れてしまうことができるものではなかった時折こちらから出す便りは主に届かず帰ってくるようになったついに彼の消息は用として途絶えたわしが出凶してすでに数年その間にもそれらしい噂はないかと耳を立てたしかるにある時新聞で社会主義者としての 岩渕五六の名に接したわしの驚きはどうあったろう実に懐かしかったすぐあったけれども俺は年来憧れ訪ねるその友が社会主義者中でも最も過激なる実際活動家としての岩淵くんであったことを知った俺の不幸を悲しまずにおられない日を降るに従い会うことの重なるごとに その強愕な思想と鈍悪な行動を知って、わしはどんなに通責しただろう。しかも今彼は、戦律すべき不貞なる陰謀を企画している。不将、矢野金次の報ずる氷旦相入れざる主義の見地から、どうあってもその不心得をいさめて、もし入れられずんば、真を滅して旧友をも倒さなければならない。 遊気と大義とのために身体ここにここまでで文字は尽きている泥を払い落としては読みゆく小野さんの目はくしくも輝いた分位から軸を推定してもこの前後にまだ長い文章がなければならないがこの一枚だけでもこれが決して無意味な保護でないことは明らかであるそこへ さっきの「国賊」という言葉を当てはめてみるとどうだろう連想してみるとこれは確かに過激主義者を誇る国家主義者の残酷上の一節である前後のものがどこにあるかこの一枚がなぜ泥を拭いて捨ててあったかそんなことは今小野さんの問うべきでないやはり会場では教皇が演ぜられたにそういないと断案を下したそれにしては 血は一滴もこぼれていなかった。あるいは考殺したのかもしれない死体はどうしたろう小野さんは旗と横手を打ったそうだ2人だったから死体を担いで逃げたな旧友の亡骸だから捨て置くに忍びなかったのだそれに半石隠蔽の上からでも息しておいては損だ ある自信が胸にひらめいて血の高なる腕をうんと伸ばし勢いよく立ち上がった目の前に所長の恵比寿顔と感情とがポルカを踊るようで晴れ渡った空には三千たるアリストアの女神が彼の光栄を祝福するように輝いた貴重なる証拠物件を丁寧に手帳に挟み八百屋公園を出て坂下の あるカフェの軒を通り過ぎようとした時窓の中から漏れてくる笑い声にがく然として小戻りした外場で起こった笑い声にそっくりだった真偽を考慮する暇も判断する余裕もないおのしきの本領を露骨に発揮して力強く扉を押し上げてポーンと飛び込んでしまった中には3組ほどの客がテーブルについていて 眩しい光で見るといずれも男客ばかりだが今笑ったのがどの組だかちょっと見当がつかない入り口のところで仁王立ちのまま手持ちぶさたにくるくる見回している小野さんを見ると女給は心得て愛をよく椅子を進める妙なはめになったものだこの場合どうも素直に腰を下ろすよりしかたがない 物を食いに入ったのではないけれど腹がすいているのではなおさらないけれど何にいたしましょううんライスカレー公然として命じた事実彼は国にいる自分からライスカレーだけ知っていただから養殖といえばライスカレーのことだと信じているすなわち カフェへ入ればライスカレーを命ずるものと考えてとっさに処して立派に命じたが誰も軽蔑するものはないかと見回した言うまでもなく我が金剣なる小野さんはほぞの尾を切ってこの方カフェへ入るのが初めてである注文のできてくるまでにはかなり手間が取れた待つ間にどれが笑ったのか観察した右手にいるのはおたなものらしい格帯の一人客 こいい。つではない真ん中のところのは洋服とかすりの学生でこれらしくもないもう一つはあまり風呂の立派でない同士の2人これだまさにこれらしい一人は痩せた血色の青白い見るからに栄養不良を思わせるような人物で背の高いひげぼうぼうに武将ひげがもじゃもじゃと生え茂った男。 どちらも風彩の上がらないくせにぜいたくな魚を前にしてさっきから名の知れぬ酒を傾けている2人は小野さんの存在を認めないごとく何事かをささやき合っているが声が低くて聞き取りにくいから感づかれないようにずっと近い隣の宅へ転託したそこで耳を澄ますと2人の会話は小野さんを驚かせるに十分であった 僕が忠告したようにあんな残酷に殺しちまわないでもなんとか方法が考えられなかったかな武将ひげがこう言うとうむとうなった不良は目を細めて首を傾けながらだけどあいつは殺した方が都合がいいだいたい僕は血を流したりあるいは相当めいた暴力は嫌いなんだが今回だけは仕方がない そううしなないいと事件のの。進捗がうまく運ばないんだものするとやっこさん23か月もたったからぽっかり飛び出して騒がれるんだねドロドロに腐ってねおい大きな声をするな聞こえるじゃないか不良が相手を叱ってにらみつけると武将ひげは首を縮めて照れくさそうに小野さんを振り返ったこちらは 踊る胸をやっと制してそしらぬ顔に今運ばれたばかりのライスカレーをおぼつかない手つきで一口すくいこむでやつは事故のよくするままに生きてやられたわけだねそりゃ迷宮に入ってしまうね名探偵だって困らねええおい君武将ひげが 声を潜めて続ける言葉を不況気に聞いていた不良は何を思ったかいきなり帰ろうと言い出して感情をはらうと武将ひげを連れ出してしまったうろたえざるをえなかったのは小野さんである彼はこの時ライスカレーを半ば食ったばかりであった心はその皿に残るどもこの2人を今逃がしてはせっかくの巧妙も永遠に我が手に帰ってこないのであるおいいくらだ と叫んだがあいにく小銭がないので釣り線を出す暇を時短だ踏んでもどかしがったようやくひったくって驚く女給に尻目もくれず飛び出すと怖いかに右にも左にも姿が見えないアブもハチも逃がしたかとカフェの明かりを恨めしそうに帰り見たがていうかすぐ前の停留場から電車に乗ろうとする不良の横顔を発見して とわめきざま駆け出して危うくも同じ電車に飛び乗ることができたほっと一息して車内を見ると2人とも気まずそうな面でぶら下がっているまずまず安心と喜んだが前にこりて厳重な監視を怠らなかったいくつかの停留場を走りすぎてカーブのところで電車が止まるとどうやら2人が降りるらしいから小野さんは先に降りて混雑に紛れ 悟られぬように困難な行を始めた。明るい商店がまばらになるとそこは薄暗い学生街で下宿屋ばかりが軒を並べているそれもいつしかつきてひとけ少ない郊外へ近づいた七八軒前を行く二人はもとよりつけられていることを知らないつと細い道を曲がると垣根の壊れかかった小さな家の中へ姿を隠した 小野さんは三段たる苦心を払った応酬としてようやく2人の巣窟を突き止めるまでこぎつけたもう巧妙は半ばまで手に入ったも同然だがさあこれから先をどうしたものだろうと思案にくれた不良だけなら1人で踏み込んで抵抗されたところで自分にも腕に覚えはある郷里の青年大会で相撲のあった時川向こうの陣たには負けたが 池下のツを投げて気性を博したことから見れば不良ぐらい何でもないしかしもう一人武将ひげがいる彼は六尺に何な々んなんとする大男だから力も素敵にあるだろう二人を一緒に向こうへ回しては危険だ到底勝ち目がない決して臆病なからではない あんなどう猛なやつらのために犬死にを遂げてはつまらないはていい工夫はないかしら小野さんはその家の前を何べんとなくおりの熊のごとくに行ったり戻ったりしたようやく観念の保存を決めた彼は入り口に近づいて懐中電灯に読んだ表札には川村宮とあった虎剣に入るのおおむねをもって入り口の戸をガラガラ開くと とたにベルがチーンなった不良にしてはハイカラな仕掛けだと思ったが一面にはこの家の警戒が厳重であることも証拠立てるものだとも考えられた勤めて平凡に優しく巨神に大人なうと間もなく畳触りが聞こえて誰やら玄関の障子を開けるものがあるいずれ不良か。 でなければ武将髭だろうが決して気を飲まれないぞと下っ腹にうんと力を込めて見回すと子は何事ぞ十四五になる小娘であったにはかえってどぎもを抜かれてうろたえ気味になると言葉がともってしまうごご主人はおいでですか確か確か今帰ってこられたですなちょっと会いたいからそう言ってくれたまえ あのー、どなたですかご主人にここのご主人にああ僕か僕はその小野うん小野ですしどろもどろになった彼は小娘が去ってから脇に汗の吹き出るのを覚えたやがてこちらへと導かれて奥座敷へ通ると六畳ばかりの部屋に 古ぼけた机を置いてうずたかく積まれた書物の中にしかつめらしく不良が控えているこの男が主人とすれば偽名かな武将ひげは何だろう友人かそれともいわゆる同志かな一体どこへ行ったやら影も見えないさあずっとこちらへ僕がお尋ねの川村ですが何かご用件だそうで 僕は小野です。ちょっとお尋ねしたくって来ました早速ですが今夜あなたは公園方面へ行かれましたねぬすっと竹だけしいだ容易ならぬ犯罪をやってなおこうまでしらじらしく装う,うとはこいつ大した悪党だそれならよしとのっぴきさせぬ質問を浴びせたはい行きました それがどうしたのですああそうだあそこのカフェでお目にかかったようでしたねこういった不良の顔には隠しきれぬ不快な憎悪の影が流れた小野さんは何とも答えないでぐんぐん質問を進めてゆくあの時のお連れはどうしました一体あの人は気候の何ですか動揺する相手の表情を見逃すまいと打ち守れば不良は い返すようにキロリと目を光らせながらツッケンドンにあの男は次の部屋で横になっています友人で守田君って今では拓の居候ですがなぜそんなことをお聞きですか次の間から「えへん」という大きなせ払いだこの G 運動からして小野さんは事故の危険なる立場を意識した不良顔に似えわず語気強く しかも落ち着いた調子で逆襲してくるから返事をして迂闊に巻き込まれたら敗北しそうだ小野さんは相手の思惑など忖度せずにあくまで向こうを質問で陥落させようとするいやまだお尋ねすることがあります貴公は岩渕という人物を知ってるでしょうねそれから野田という男も質問は これまさに突貫の状態にある。この停滞巨難を救処に受けた不良のいたけだかな巨星はいつの間にやら抜けて驚愕とも呆然ともつかの顔つきになったが、やっと我に帰って呻吟した。小野さんは油断なく身構える。気候は実に妙なことをおっしゃる。いったいどうしてそれをご存知でしょう。いかにもその二人は。 僕にとって関係のないものではありませんがなぜそれを聞くんですか今夜起こった事件に関係があるから聞かなければならないのです実を言うと僕は警察の者なんだがえ警察の今夜どんな事件があったのです小野さんは嘲笑を含んで冷ややかに不良を一別した片手を海中に入れて取り出したのは 黙って不良の鼻先へ突きつけたら不良はいぶかしげにそれを広げてほうこれは僕が書いたものだうんこりゃ確かにさっきでしょうさっき公園裏で泥をぬぐって捨てたものにそういないでしょうこれと事件とどう関係があるんです しらっぱくれないで自分の腕に聞いてごらんなさい不良はさも当惑したように首をひねった小野さんは優しく言って怒らせずに連行した方が得策だと考えて満を持すしかるに不良は何を考えたかはたと小膝を打ってにっこり笑ったおやごまかそうったってその手は食わないぞいや参りました 恐れ入ったものです。この保護に短所を得て警察の機構がお越しくださったことはこの僕にとって実に光栄至極ですよ人をバカにしてる今捕縛されるのに何が光栄だいどこまでずうずしいのかわからないあくまで人をチャラっかすならつもりがあるぞこの保護はつまり下書きなんです上書しかけた犯罪記録がここにありますからご覧ください なんだか知らぬが細々と書いた4 5 0枚のものを差し出すこう油断をさせて逃げ出すか飛びかかるつもりだろう何くそ弱みを見せるものかと敵の態度を監視しながらとびとびにページを送るとそれには幼なじみの友人同士が久々に都会で出っくはしたが2人は全然相反する主義を抱いて面し合ったそこで 国家に勇敢をかます主義の敵として、侵害なる友人を倒すに至る一部始終が詳しく記述され、死体は裸にして、石を重りに川へ沈める方法まで丁寧に書き込んであった。ほう、念入りに書いたものだ。国家を思う姿勢には同情しますが、法は曲げられない。では、この証拠は僕が預かるから、 一緒に警察まで行ってもらいましょう。それをくるくると丸めてすっくと立ち上がる。不良は慌ててその袖をつかんだ。まあ、ちょっと待ってください。困りましたね。どういうわけで警察へ行かなければなりませんか？じゃあ行ってやろう。公園村で殺人をやったじゃないか？くどいとばかりにおのさんは相手を睨み据えて語気を改めた。 え殺人そうだあの崖の上で2人して岩渕という男を殺したじゃないか国賊という声を聞いた現場の様子を見ておったのださあこれでも言い逃れる道はあるかと意気込んで手早く補助を取り出した不良は真っ青な顔をして激しく首を振る「違いますい,いえ違います 僕らはそれを書くために森野と二人で公園へ行ってあそこで馬鹿なことを言え君は岩渕を殺すためにこんな残韓状を書いたのじゃないか残韓状それが違うんです残韓状でも何でもありませんまあ聞いてくださいこうなんです僕はある人から頼まれてそれを書きかけたのですがこういう犯罪者に筆を取るのは初めてですから 思うように仕事がはかどらないので、今夜森野君と散歩に出たついでに、自信を裏付けるために、あそこで二人して殺人の型をやってみたのです。森野君が倒れたときに、手のひらについた泥をそのかきつぶしで拭って捨てたのですが、そこをはらずに気候がご覧になったのでしょう。そうなんです。だから決して本当に人殺しなんかやったのじゃありません。 小野さんは何が何やらさっぱりわからなくなった自分の信じていたのが嘘なのか大汗で弁解する不良の言葉が事実なのかぼう然としてその書類と不良の顔とを当分に見比べた「これでお疑いは晴れたでしょう」とにかくそれを返してくださいそれを持ってゆかれては僕たちは飯が食ってゆけないんです これで！飯を食う。そうです。原稿ですから。僕は小説を作るのが職業なんです。お分かりですか？やっとわかった。小野さんは思わず、あっと探索する。途端、次の間からは天井を突き抜くような交渉が起こった。 混沌たる小野さんの目には所長の恵比寿顔と感情とそして刑事任命の辞令とが喪服を着て昇天するように中空遥かへ飛び去ったように見えた。